今日の説教の題は、今牧師兄弟は創世記の3章の17節から、はい、17から19ですね、はい、そこを読んでください。何が書いてあったか分かりましたか？まああまり皆さんピンとこなかったけど、ゆかさんどう？あなた聖書勉強してるから分かんない。アダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従ったの。あなたがっていうのはアダムなの。アダムに仰せられた。あなた、アダムさん、あなたは妻のエヴァさんの声に聞き従った。それで食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に、あなたが食べたために呪われてしまったよと、こう言った。土地がね、大地が、土が、畑がよ、呪われたってのは簡単に言えば痩せ襲ったということだ、うん、ね、立派な作物がならなくなっちゃったの。痩せ襲ったの。あなたは一生苦しんで食を得なくちゃならないよと。土地はあなたのために、あなたのその罪のために、ね、ゼアが知識を今日食べちゃったために、茨とアザミを生えさせるよと。茨とアザミ、私も数年前にね、10年ぐらい前にマー君のためにね、ウサギのためにね、茨を切ったことがある。茨を切るってね、ものすごい、この茨ってしつこい根をね、長いのよ。アザミってのはそう思わないんですけどもね。アザミに詳しい人誰かいますかね、ここに。いや、さん、五郎さん詳しいね、きっと。アザミどうなんだよ。モアザミしか知りませんね。え、モアザミしか知りません。モアザミ、え、モアザミ、モアザミにトゲがあるんじゃないかな。え、トゲもあるね、モアザミ。タウさんどう？私はノーですね。ノーですね。だけどね、呪われた種類としてね、茨は分かるんですよ。ね、あれ栄養ガン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 吸っちゃうからね。だからアザミそんなに悪いのかなんか分かんない。分かんないの。私にね、アザミがこうだっていうことを教えてくれた牧師は一人もいないの。残念でした。植物に強い牧師はあんまりいなかった。茨もあまりいなかった。だけど茨は私はね、掘ったから知ってんの。たくさん掘ったから、うん、栄養吸い出しちゃう、うん、茨とアザミが生えると、あなたは野の草を食べなくちゃいけないよ。これも分かるね。あなたは顔に汗を流して家庭を得るようになるよ。汗を流す、エデンの園ではね、五郎兄弟、汗を流してね、好きな木を食べなさいって別に汗流す必要なかったんですよ。苦しむ必要なかったんです。私も盛岡に来て、ね、今50年目なんだけどね、これは牧師をもちろんやってますよ。最初の10年はね、貧しい小敷の牧師と自分で自分の名前を、ね、くっつけてた。貧しいってこあの忠実なんだけどね、貧しい牧師だったんです。小敷の牧師とこう自分でね、自分のこと言ってたんです。それから働くようになったから金売るようになったでしょ。お金が入るんですよ、うん、10万ぐらい入るんですよ、頑張れば、うん、それをね、一つね、最初ね、ジム屋さん、ジムやれってね、だから簿記の本を買いながらね、ジムで勉強しながらジムやってましたね、うん、その次はね、今度は内装屋さんに勤めたね。これ3年6ヶ月だ。なぜ1年目で辞めちゃったかというと、給料が来なくなっちゃったと私辞めたんだ。そりゃ今だって知ってますよ、伊藤さん、お世話になった。決して恨んじゃいないの、感謝してる。でも簡単でないの。これ最初の人も内装屋だ、言うなら、うん、そしてほら、岩手市役所の向かいにある深草さんってあるでしょ。原山さんご存知でしょ、深草さん、レストランの深草、市役所の向かい、川向かい、あそこにね、すっごいね、淡谷のり子のお弟子さんのね、歌手でね、カソリックのね、信仰を持ったね、おばあさんがいる。まあ、それも出会ったね、私も集金に行ってさ、出会った、うん、
最初の仕事で僕がやりながら銀行にも行ったりね、わけのわかんないことやりながらね、言うからやってた。東京大学出てはいるけどね、事務なんてすっかり弱いんだから、学校の先生になれるけどね、銀行行けとかね、営業に行けとかね、何にもできない。1年で終わり。2年目はね、内装屋。これはね、3年6ヶ月大活躍したんだ私。だけどね、内装屋でね、ドアの、あの地図とかね、建物の地図とかね、見積もり書、あれもらってくんの。いやほとんど知らないじゃない、田舎っぺで。私もね、そらあのドアのね部分のその名前なの何なのってね、そら知らない、教えてもらわない、田舎じゃ、ドアドアで終わりなんだ。それが細かいの、何ミリとか何ミリとかね。それを持ってくるとね、社長さんがね、見積もり書書いてね、これ持ってってくれて、私も頭下げてね、やったらね、それね、結構ね、たくさんのね、お仕事くれた。私にすごくね、社長さんも希望持ってたから、私もね、途中からね、実は牧師なもんだからね、そうそう一日仕事やってるわけにいかないからってね、ある時なんだかかんだか条件出したのね。その条件出したらクビになったのかな。で3年6ヶ月っていうの働いたら、長谷川さん車に飛ばしていろんなとこまで行ったよ。教会の先生先生って言われるのそれは嬉しいけどさ、長谷川さんの仕事やってる先生なんていう人誰もいないからさ、何々装備屋さんって何来たのってつけんのね、言われてました。そんな優しい人少ない。3年6ヶ月次はないんだ、全部話す時間が来ちゃう、もう一つやって、そしてそれが、3ヶ月営業やってね、一つもねお客さん取れなかったっていう、ゆかさん自慢じゃないけどね、一人もね一つもお客取らない。ゴルフ場、ゴルフ場のお客さん50万人。それでその次ね、3ヶ月ね、毎月ね取れなくてもね、それ約束だから13万円手に入るの、えらい金持ちになるの。ものすごいねエコノミーのね、田口さん方法で車飛ばしたの。飛ばさないの、エコノミーレースみたいに、ガソリン使わないレースやったの。それ3ヶ月その後市内のね画廊に勤めるような、いよいよあの難しい、私の牧師を雇るような会社ね盛岡市内ないんだよ、そんな、あのゴミを集める会社にも行ったけどね、その社長さんはね、牧師になるような人はこういうのやらない方がいいよってこと言われたんだ。そこの社長さん盛岡市長さんにも立候補して一回も器を合格しないけどね、そういう人で親切に言ってくれた、だからねギャラリー、ギャラリーでその公営があるって言うんだ。それでそれ売ったんだ、売れたんだ。これが頭絞って誰に売ったか、学校の先生に売った、金持ちを狙った。公務員たちね、そういうところに出かけていた。昼時間にちょっと絵を並べさせろとか、1週間絵を置かせてくれとかね、盛岡のフェザーもザーッと並んだこと、お得になる。さあ盛岡に私に使わされてきたんですよ、田口さん、牧師として。知ってね、それは信二さんも言いましたけどね、お金とほとんどないからね、まあ家内もいましたけどね、よくやってくれたなと思ったよ、よく私と結婚したなと思いましたよ。10年間だから小時期なの、野山にいつも出かけて行ってた。
働かないわけだ。働いちゃいけないって。で10年経った時に教会を建てますとかね、野球チーム始めますとかね、そういうことでね、まあ、これは働くしかないなと思ってね、働いたの。それで今のような仕事をしたの。でその時から私はそれはいろんな仕事やってるし、ね、塾もやってるし、ね、いろんなことやってる、野球もやってるし、ね、ありとあらゆることやってる。アダムはあなたが妻の子に聞きたかったのは食べてはならないと私が命令を置いたから食べたので、神様はいけないよと言ったあの木、善悪の知識の木食べちゃったのよ。雪の島エヴァさんの方がまず蛇に騙されて、全部食べちゃいけないと言ったのかいって、で一本だけだと言ってんのにさ、このエーデンの園の木のその木も食べちゃいけないと本当に言ったのかいなんてね、ものすごいこのサタンね、これがサタンの最初の人間にね誘惑する言葉なんですよ。皆さんよく覚えて、ちょっと晴れ間さん五郎さんも考えてよ、悪魔ってものを。悪魔っていうのはね、昔は天使なんだ、神様に一番近い神社なんだ、美しい器なんだ、神様を褒めたたえたな賛美歌のね器なんだ。それが神様になろうと思って天からね起こされたんだ、うん、天使の座からね堕落してね、そして悪魔になった。悪魔はね絶対に許されませんよ。悪魔はいくらごめんなさいなんて、ごめんなさいも言わないけど、ね、絶対に許されないよ。最後はどうなります？最後悪魔の終わり、死ぬんです。どういうふうに死ぬ？死ぬは死ぬけど、もちろん死なないよ。悪魔は死なないよ。正式に言うと死なないよ。どうなる？黙示録の22章、21章、21章、21章、火の池の中に投げ込まれます。悪魔、反キリスト、偽預言者、悪魔の三位一体、覚えておきな、井上さん。火の池の中に投げ込まれるんで、死ぬんじゃないよ、苦しむんだよ永遠に。うん、イエス様を信じない人間も死なないよ。簡単に言っても肉体はね、これ死にますよ。肉体はなくなるけど、あの世においてあの世で生きちゃってるよ、ちゃんと。2011年の3月11日に亡くなった大震災の子供たちもお父さんたちも、肉体は死んだけどあの世で生きてるよって。どこで？黄泉で。最後はどうなるか。イエス様をその中で信ずることができれば天国に入れると思います。そのチャンスがあるかなと私も思う。ただ赤ちゃんだけは天国に行くね。罪がないから。うちに3ヶ月の赤ちゃんが、ね、今週やってきました。ものすごい元気です。彼は天国に行けるよ。罪がないから、罪を犯さないから、動物は、うん、正確な厳密な意味で言うと死にません。黄泉で生きます。それで最後は神様の最後の審判の裁きの座にみんな出ます。そして火の池の中に投げ込まれる。永遠だよ本当です。からね、皆さん教会に来てるということは、イエス様を信じてることはどれほど大きなことかね。天皇陛下がそれ 先週園遊会開いてみんな、ね、出たでしょ。スケートの選手も、うん、仙台のあのお兄さんも出たでしょ。なあの長野県の方のあなたを抱っこしてくれたね、小平の奈緒さんもね、うん、高木選手、うちの孫もね、高木選手も小平選手もね、ゆきちゃん真央ちゃんを抱っこして写真撮ったの、今から7、8年前赤ちゃんと。それで浩一さんもね、名刺まで書いてくれた。この間、スタジオに木で引っ張り出してね、彼ら飾ってる今。
あの人たちがまさかね金メダル取れば私も思わなかったよ。小平選手がねオランダですごくなったのにそんな考えなかった。日本のねスケートはせいぜい銅メダル、橋本聖子さんぐらい、それはわかる。まさかそうなっちゃったねえ。今話がどこ行ったか、どんなとこ来ちゃったんだ。年が年なのでね、わからなくなってきちゃったけど、はい、さあエヴァさんにアダムさんに言ったんですよ。あなた食べたからね、茨とアザミ、あなたは額に汗をする、汗を流すんだ。エデンじゃそんなこと全然なかったの、うん、それを言ってるね、誘惑したその悪魔、うん、彼の最後を今語ってたの。火の池の中に投げ込まれると、悪魔だけじゃない、イエス様を信じない者も、はい、火の池の中に投げ込まれるって。私が最初教会に行った時ね、隣にいた信者さんに質問したの。俺、私のね、おじさん、おじいさん、おばあさん、先祖たちはね、イエス様の話で聞くこともできなかった、死んだんだからね、それは地獄に行くのって聞いたの。彼ね、さすがに答えられなくなって。知ってるよ、そら、佐藤さん。佐藤さん、今も元気ですよ。80歳越してるけど。佐藤誠一さん。うん。ほら、忘れもしない。うん。だけど彼の態度は私をね捉えたの。正直に言ってくれたから。いやちょっと分かんないって、一生懸命伝道してますよとかなんとか言ってね、うん、教会行かなくても良かったのかなと思ったけど、毎週私ね日曜日の伝道会に行ってた、集会に行ってたとかさ。それで半年経ったとイエスも信じた、罪が許された、天国に行けるようになった、うん、イエス様ってどういう方、天においても地においても地の下においても全ての権を持ってますよ。私はあなたを全世界に使わします、出て行きなさいとこう言って。彼神様だからのこと言ってんの。天においても地においても全ての権を持ってる方を皆さん方信じたんですよ。その方が皆さんに言う言葉、天皇陛下が言う言葉も立派だけど、ほらイエス様の言う言葉はレベルが違うんだということを知っておいてくださいねと私は言いたいの。今朝もジャイアンツちびっこ野球のお父さんお母さんたち野球大会でかけて行ったんだ。 OB のね村健君のお父さんもね出て応援してた、もぐや帽子で、うん、自分の息子がもう監督やったから、ね、中野小学校と、ね、うん、上北小学校、このかんちゃんの小学校と、ね、試合やってる、言ってたんですよ、うん、イエス様は天においても地においても地の下においても全ての権を持っている、その方が、はい、私を信ずならば救われます、あなたもあなたの家族も救われますよという今年の御言葉です。創業16章、はい、時間が来ちゃった。試験侵害を許されない神様だ。だからこの地球上にこんな神様の呪いが、ね、苦しみがやってきてるんですよ。神様はこのね、どんなに人間を愛してね、どんなに素晴らしいものとして神のように作ったかは知れないけどね、神様の試験に対しては善悪の知識の木を食べていけないよというその言葉だけは破っちゃいけない。神様の言葉を分かって分かんなくていいから、皆さん信じますと、あとはね従っていきたいと思いますと、マーリンさんのようにあなたにはできますと求めなさいと、あなたに願うならばあなたはそれを私のようなね無能な人間を用いてね、人を救うことができると彼は信じなさいとこう言ってるの。これがマーリンさんのメッセージなの、うん、これが今日のメッセージなの。この言葉にアダムさん逆らったが家に彼の子孫たちをみんなこんな不幸の目に叩き込んでる。どうしてくれるんだと言いたくなっちゃうけど、自分の先祖だと
はい、しかしイエス様を信じれば救われると今言われてるからすごいですね、うん、永遠の命を与える神の国を相続すると言われてるからすごいですね、はい、主権侵害を神様は許されないというのが今日のメッセージだ。主権侵害って例えばどうか30秒だけもうちょっとください。はい、何か、はい、上に立った権威ね、森岡氏の権威、国家の権威、これに従いなさい、ね、イエス様に会って従いなさい、ね、ヒトラー、イエス様を信じないならば、ね、やめてもいいけども信じなさい、うん、権威に従え、神様が立てたんだから従えとこう言ってる。そうでないと苦しむことになるぞと言ってる、うん、はい、サタンは神様に逆らった、うん、異端の人たちも、はい、神様の、はい、教えに逆らっているからこれは滅びると許されない、はい、自分はメシアだと言っているとんでもない、うん、張永義氏によれば共産主義も許されない、滅びると自分を絶対化しているから無神論だから、うん、はい、旧約聖書のウジヤ王様もそういう目にあって一生涯大病になってヨナさんも許されなかった、神様の命令を破った、ね、クジラの中にお腹の中に入ってそれでクジラを貯めて、はい、立ち返ることができましたけど許されない、うん、新約聖書でアナニアサピルも、はい、死んでしまった。神様の主権侵害を触れるもの、はい、侵害するものは許されないということですね。これを絶対の神様に触れちゃいけない、絶対の神様を、ね、私たちは知ることは許されない、はい、だけどもイエス様を信じて神様がどういう方か素晴らしさを知ることはできますけれども、はい、神の神たるところに触れてはいけない、権威に触れてはいけない、はい、そこまでします。天の父の神、イエス様の皆によっております。はい、それではご起立ください。歌集の387番、皆を褒めたたえます。これはチェコの方が作った賛美歌です。元気ですよ。さあちゃん。傷によってあなた方は癒された、我らのために天から下り、また我らの罪を背負い、また血を流し、釘を持って鞭を持って打たれたイエス様、あなたの流された打たれた傷によって我らが癒されるということを今、ね、引用しましたが感謝します。どうぞお一人一人の魂に触れ、肉体に触れ、あなたの癒しの御業、解放の御業、聖霊様の救いの御業なしてくださいますよ。お願いします。風よ、また潮よ、また糖尿よ、諸々の精神的なこのプレッシャーの霊よ、イエス様の皆によってお前を縛るこの力出ていくよ、完全に健やかになるよ、癒され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 
イエス様の皆によってお願いします。アーメン。はい、それでは聖詠祝祷賛美歌の7番七味込み、まあ、それを歌います。3番、はい、神の愛、聖霊の親しを交わり、御前にあります兄弟姉妹たちとともに、今も後も限りなくあらんこと。アーメン。アーメン。